Are you ready? Of the dead. 最初口を開けた時に打ってるから動機が周期が崩れて同時ダメージの発生確率が上がってるから一回待ってみろってコメントもらいました。よし、じゃあそれでちょっとやってみます。ダメージ受けるまで1秒もなかった印象が、ここの真ん中で口打って こっちの端っこになんか数秒で 0. 数秒で持ってくるのめちゃくちゃきつくないですか。鬼か、難しい。お前です。超難しいですね。いやでも、あ、でもできなくはないんだと思う。タスさんならできてる普通に。あと単純に僕の腕前ですね。そこは仕方ない。このゲームのフレームレートは30です。このゲームってか B 版は少なくとも何フレーム、あ、いや適当に言ったんですけど、まあ多分それぐらいしか有用性ないやつ。グレネードランチャーでちょっともう最後絶望したらもうグレネードランチャーで無双します。全てを捨ててさすがにタスさんにはなれないな。Okay, it's a rich. Thank you for informing their advice for me. Yeah, next time I'll wait towards attack until they're ready to attack. あ、軽バンなら助けられる男性。え、最初のところですか。頑張ってください。次こそは頑張ります。いやもうマジで。はい、切り替えよう。ちょっとうだうだ言ってるのは情けない。いやでもなんかもうマジシャンとかストレングスの段階で死にそうだったから、なんかまあ今のは運の要素も良かったですね。タスさんができます。頑張ります。今ツイッター眺めてたらウェアハウスの解体始まった。あ、ウェアハウスか、遊びですか。もうまあもうあのゲームセンター自体がもう閉店ということでしたけど、そうなんだ。最初の斧で切られる男性です。ええ、アーケードであれ助けられるんですか。え、多分無理だと思うんですけど。え、マジですか。多分見返すとどう考えても銃を撃てるようになる前に切られてるので多分助けられないと思います。あの人開け場を助けられるそうです。マジですか。海外兄貴も眼臭詳しいのか。眼臭すごい詳しい海外兄貴いっぱい僕のあの放送来てくれてるのでコメント読ませてもらってます。地味に危ないです。ジェームス、エイミー、ハリー、Thank God you arrived. What the hell's going on in this city? Don't know, but it's dirty. はい。頑張ります。かなりシビアですね。The one that messed up the last round, hopefully the clear things up a little bit. Time they made a move. Yeah, I'll do my best for this game. Need to hurry. What? Okay, Thank you for rescuing me. I found some comments that I don't have to. I shouldn't shoot the key as a.In this stage, so I'll select a different path in this game now. Hold 様、Hold 様、見えてるやん、見えてるやん。よし。仲間とか住民撃つとなんかあるんですか。仲間助けるシーン、住民を助けるシーンは間違えて撃つと誤射扱いになってダメージが一つ減ります。助けるとあのライフルとかもらえたりするんですけど。
ちょっと少し落ちます。はい、了解です。I don't shoot key here. いや、ここ打たないと最初めっちゃ難しいんですけど。よし、危なかった。ゴールド冷えてかってホールドマン、ホールドマンってキャラクターいるの？他の、いや他のどういう漫画とかゲームでもいいんですけど、ホールドマン、ホールドマンってすごい変な名前だな。金男って言われてましたね。耐久力高すぎですよ、このマックス。一般人押しはまあライフマイナス1ですね。よし、本日何回目だ、ここに来た。ちなみにこの時計塔ルートから来ると、あのこの前の配信でも多分言ったと思うんですけど、後ろの背景にデビットが消えてます。普通に最初の車の民間人助け、あの失敗ルートで来ると後ろにデビットが4体ぐらいいるんですけど、何でしょうね。ステージ2の分岐はそうですね、一番多いです。あの分岐ルート分岐動画作ったんですけど、何通りあったのかな。すごい、なんか自分でそのルートを行くごとに、あのルートの場所ごとにその名称をつけてたんですけど、2の A とか2の B とか、かなりありましたね、分岐が。ハースオブザレッド1の、あの初代ハースオブザレッドのステージ1もすごい分岐がありますね。お危な。Thank you for rescuing me. まあ、how I wish I could speak Japanese.Yeah, but I think point, or rather, I should speak English more in order to communicate with you. So yeah, we are Japanese. You know, our native language is Japanese. But for other countries' people, Japanese is one of the most difficult languages in all over countries. I was looking for you, James. What's going on? What?ハースオブザレッドって時系列どの順番？オーバーキル1、2、4SP、スカーレットドーン3です。目見せてるな。はい、あとの残りデビルだけですね。多分デビルは次回作のラスボスで出るかもしれない。でまあタロットでデビルラスボス出すとして、なんか今の一番最初の民間人2人とも同じ服のコスプレしたおじさんだった気がするけど、っていうか最後ですね。うん、 4SP 抜けてました。 4SP は4の直後ですね。よし、頑張ります。ハーミットにもう一度見せ場、うん、ハーミット出てくれると嬉しいですね。多分新作で出るとしたら、そう、過去作のボスのリメイクみたいな感じで再登場させて出すと思います。危ないからマジですよ。めちゃくちゃ危ないですね。3はそう SD より後です。 SD が何年か明記されてないので分かんないんですけど、少なくとも2000年代で、3は2019年です。パーミー来ました。パワー、次が一番新しい話、ゲーム内の時系列ではですね、一番新しい。1が1997、2が2000年、3が2019年、4が2003年、 OSP が2003年、同時期で、スカレットドーンだけが判明してないです。でも多分2006年かな気はします。その辺の考察してみるとやっぱ結構面白そうですね、ハースオブザレッドシリーズって。
意外と ストーリー繋がってないと思いきや、ちゃんと制作陣もストーリーを意識して作ってるって言ってたので、Keep up a good work, bro. Let's do it. Oh, thank you. I did my best. 7つの滞在とか、まあ、アルカナだけじゃなくて、まあ、もうね、ほとんど使い切っちゃいますから、まあ、他のね、なんか関連ある7つの滞在とか、そういう名前でね、新しいボス出すっていうアイデアも全然ありだとは思いますけど。増字抱きつかれてやられてた。マジか。あ、まあ抱きつかれてやられますね。窒息死じゃないですか。僕に抱きつかれるのか絶対嫌だわ。ストーリーもそうですね、すごい魅力的です。あ、そうか、7つの滞在に言及してたのは、そう、スカーレットローンの話ですね。スカーレットローンのムービー中でソーハートが言ってましたね。だからもしかしたら今度は7つの滞在の名前を持ったボスたちが出るかもしれないですね。一のリメイクは本当に出るんでしょうか。わからないです。多分出ると思います。情報が出たらもうすぐに。よし、あ、いいですね。結構ボム臭そう。やっぱり口を開いてもうひたすら打ちまくるより、ちゃんと全部一体一体待った方がむしろ、同時攻撃の頻度が下がるかもしれない。海外兄貴が的確なコメントを送っていただいたおかげで僕は受けました、ね、クイズの時間じゃない、それはタイピングオブザデッドだ。タイピングオブザデッドで一番苦手なの僕クイズなんですけど、本当だから本当タワー苦手なんですよ。公式で出てた、あ、なんか公式が、ハウス・オブ・デッド・スカーレット・ドーンの公式がリツイートしてましたね、リメイクの話を。なんか僕いろいろ記事見たんですけど、その著作権があるじゃないですか、セガ のハウス・オブ・デッド・スカシリーズを作っていいよっていうその権利を、その開発元、新しくそのリメイクを作るであろう会社に確か譲渡してるっていうのはもう記事で出ていたので、まあ、おそらく準備ができていると。だから本当にあとは情報待ちという感じなんですよね。もう出たらもうすぐお知らせしますので、あわよくばもう本当に、まあ、スイッチでもプレステ4でもいいので出てほしいです。本当にやりたい。フィスはマジで暗記必須。そう、タイピングオブザレッドの動画上げ、アーケードのやつですね、チャンネルに上げましたけど、ほんと難しいんですけど。太陽に吠えろって本当あれ1970年代に流行ったっていうか放送してた番組のに登場してたなんかキャラクターを答えろとか、いや生きてないかなって感じなんですけど、ちょっと無理ですね。物知りじゃないって、僕はそんな物知りじゃないって。うん、トカゲ男気をつけて。大丈夫です、キャンセル間に合いました。危ない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 、デブリ怖い。よし、また来ましたね。で、太陽に吠える謎でしたね。動画撮った後、ウィキペディアで調べました、一応。もう結構人気なドラマだったらしいですね。僕の両親が知ってるとは思いますけど、僕は全然。ドラマの鬼門はどこだろう？タワーですね、やっぱり。さっきの3面ボスと、あと6面でもう一回再登場するボス。あとこのボスも鬼門です。次のマジシャンもきついです。ラストのエンペラーもきついです。もう全部難所です。You're drunk? No. あ、危ない危ない危ない。目の見える歯、目線が刺さった。
もう9回目ぐらいですこれ。9回目ですか。エイミー、ハリー、Are you all right? あ、やっぱり有名だったんですね、太陽に吠えろって。ハリー、ノー、ジェームズ。エビデンセット。Good luck, dude. Yeah, thank you.ジャンプ攻撃以外はそうですね、切りつけてくるタイミングでしっかり頭打てば問題ないはず。もう12時近いやばい、頑張ります。ナインアドワナか、これ Wii 版ですね。 Wii の Wii ザッパー使ってやってます。 Good. Wow, it's two weapons. Giant chainsaw? two weapons. こんばんは、どうも。懐かしい、懐かしいゲームです。20年以上前ですね。後半で危なくなってくると口数が減ってるのにバレてる気がする。あれ、シュートアウトサイドのスクリーンって出ないのかな。あれ、アーケードになってるって出ないか。あれ、ワンだけだっけ。アーケードでは確かリロード、リロードの音声やりすぎるとシュートアウトサイドオブザスクリーンって出るから、あ、それ1か、確か2はないな。はい、遅くは遅くまでもいいんですよ。どうしよう、まああんまりダラダラやりすぎるのもどうかと思うので、ちょっと区切りつけてやりたいと思います。はい、電車ですね。ギリギリで照準がなんかフリーズするので止まって動かなくなるのでマジで怖いんですよ。よし、 OK、 オールで僕が死にます。体力的にアーケードだけだった気がする。あ、2もありました。アーケードだけだったかな、確か。でもシュートアウトサイドオブザスクリーンってそれ画面外打てって言ってるからマジ2ではない気がしなくもないけど、アーケードだけだったかもしれないですね。危ねえ、私は赤が好きですね。赤の設定のアーケードの台ってあんま見かけなかった覚えがありますけど、ゾンビは謎の運転技術持ってますからね。フォーも運転してるゾンビいたので、普通に、ああマジなんだ、気をつけよう、気合入れよう。タワーかフロー行ってくる。フロー行くと多分僕は失敗することになると思います。DC 版もなってた。ああ、そうですね、 DC 版確か画面外向けのリロードじゃなくて画面が打たないとリロードにならないんで、エンジャーサイトやってください。ないです、手元に。やれたらやりたいです。
いいね、動き出した瞬間に全部当ててるね、連射力使って。はい、 OK です。宇宙集中完全に無言になってしまったけど許してください。Good luck again, man. I finally arrived at stage 6 again. Only man himself can control its fate. Stay calm. You're nothing. Stay calm. かっこいい曲ですね。いや、本当にかっこいいと思う。音楽もかっこいいし、ボスもかっこいいし。ガンシューティング史上最高のボスだと思う。さっきより、アジアン突破ですね。今の安定してた、安定してましたね。頼む、今日のタワーおみくじやりますよさっき外れたけど。 It's like they're inviting me. ラステ頑張ります。一体目通したか。めっちゃ頭すごい外れてる。なんか本敵物の残像がすごい、なんか影がすごい右に行ったり左に行ったりするんですけど、内部処理どうなってんだろうこれ。よし、あ、かかってこいやいいですね、好戦的ですね。椿さん、もうこれエリックも後輩から頭3発いた打たないと普通にやられるので、マジで難しい。こう見ると本当にハースオブザレッド2は余裕があるシーンが全然ないですね。本当に頭すぐ打たないとダメージみたいな。頼むみんな、オラに力を分けてくれ口が開くまで待ってから打とう。あ、やったよしよしよし、あとラスボスだけだぞ、ラスボスだけだぞ、頼む頼む、ほんとってなかった。手汗がやばい。Thank you, thank you, HDLH. I did it. やばいやばい。もう死んだと思った。I thought I was dead. I thought I was dead when two towers attacked me at the same time. I'm fully aware of what I'm50な。あとラスボスだけだ。おお、危ない、緊張する。行くぞ。よしよし、半分まで削ったぞ。あ、怖い怖い怖いからストリームスやめて。行ったでしょ、これ。よしよし、来た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 、やったよっしゃ来た。これでノーダメージベリーハードクリア達成です。 I did it。 よしやりました、やったごめんお前もうあんなタワーなんてモンスター作るな、ほんともう最後マジでもうほんと手汗かいてるんですけど、あっ、そう、 It's so thrilling. It was so thrilling. Yeah.
But anyway, I finally did it. Yeah. 何回かかったんだ。 It took over 10 times or 15 times over I guess. ありがとうございます。やった。It's finally over. Kevin, it's congratulations. Thank you for your super chat. And thank you for giving me the advice about the tower. You're right about it. You're totally right about it. I think I could do it safely.グッジョブですね、これは。やったぜ。何回やられたんだ ?9 回ぐらいかな。もう最後、最後のエンペラーも正直言ったら、すごい不安だったんですよ。なんでかっていうと、めちゃくちゃ、ストレングスの攻撃って、途中で、すごいでかい、4面のボスの攻撃が来る可能性があったので、ちょっと反省会。スーパーチャット、ありがとうございます。ヘナチョコ異星人さん、おめでとうございます。ありがとうございます。クリアできました。レゴさん、またスーパーチャットありがとうございます。ナイスパ。ナイスパです。チュク、勝率ノーダメージクリア。ありがとうございます。ちょっとお名前わかんないですけど、本当に、スーパーチャットありがとうございます。ナイスパです。土屋さん、ありがとうございます。お疲れ様です。やりました。ゾンビエンドじゃないんじゃないかな。多分グッドエンドだと思います。やったー本当にナイスパーです。ありがとうございます。皆さんのおかげです本当ローガン12時か結構ギリギリまでやっちゃったけど、まあ2週にわたってようやく来ましたねでもマッシャンも完璧だったし、そのタワーの攻撃も確かに待ってから攻撃すれば結構猶予とか全然あったので、普通に攻略できましたね。最後の左からの2体同時攻撃はマジで死んだと思いましたけど、ランク1でこれグッドエンディングですね。113,000。ゾンビエンディングじゃなくて普通のエンディングでした。よし、いや